こんにちは。 JFN パークいつも聞いてくれてありがとうございます。声優の振畑愛です。はい、次回12月4日放送のユナイト振畑愛の愛と書いてラブと読むは愛と書いてラブと読むは身近な人に言われた心に残る名言を募集します。家族だったり友人、恋人、まあ、上司とか、まあ、いろんな方から言われたあなたが名言だなと思った言葉を送ってきてください。まあ、どういう状況で誰にその名言を言われたかなどなどのシチュエーションと共に送ってきてくださいね。まあ、私で言うとなんか私あのオーディションの時にオーディションの前日の日にマネージャーさんから自分もこう命かけてサポートするから頑張一緒に頑張っていこうみたいなのに言ってくれてオーディションも頑張れて、まあ、今私が声優として活動できるのはその言葉の力があるからなんですけど、なんかそういったエピソードも添えて皆さん送ってきてください。はい、まあ、こんな感じでいろいろ名言や言葉にフォーカスした内容を放送で予定しておりますので皆様どしどしご応募お待ちしております。はい、このツイートのリンクにあるメールフォームから送ってきてください。よろしくお願いします。